さい。見なくなった言葉はすみません。延期ですに姿を変えた。誰一人悪い人がいない現状で、愛情と悔しさに溢れるセリフ。この言葉聞くたびに心臓が痛む。コロナへお前が謝れよ。マスクじゃ防げない愚痴の数々。誰もが対応に追われている。あんだけあったワンバースチャレンジも静まり、静かに共存が始まりだす。配信無観客、徹底した対策、万全が無責任に感じてしまう。本当のこと言うとは一斉に店閉じ、半年くらい世の中を停止させたいが、現実は無情にもいつも通り進んで、生活のために働く人々。俺らみたいな生活に保証なんてないから、辞める奴はコロナ関係なく辞める。前を向いてる気持ちになれる政策は後ろめたさが原因だったりする。大学1年生は学校に通わず、リモートで授業を受けてるらしい。配信が主流になったテレワーク、 EP の在庫の誇りを払う。期間でついに貯金も底つき、大嫌いなアルバイトを始めてみた。安心の片隅、一抹の不安感、音楽はどれだけ求められる。状況が変わるまではやれることをやっとこう。それは正しすぎる、間違いと思う。仮にやれることだけをやっていたとして、状況は本当に変わるのかな。ある日 DM に一つのメッセージが来た。ライブなしで生きるのが本当に辛いです。純度100の願いに向けるポジティブは刃に変わると思い変身。この期間様々な箱が潰れて、才能あるラッパーが何人も消えた。運で売れる奴はいても不運で売れぬことはない。売れる奴はいつか必ず売れる。マイナスの飛沫は止まることを知らずに、溜まったストレスが今にも溢れそう。スーパーであからさまに人よけるおばちゃん、他のお客さんがクリボーに見える。日常におけるさりげない優しさ、マネートレーにレシート、その上に小銭。フェイスシート越しに言われるありがとう、目元だけでも笑顔がわかる。売り手と変えて演者とお客さん、関係に上下を感じてしまうが、全員が本気で愛を持っていなきゃきっとここまでは来れていない。音楽は聞かれて力を放てる、そこに自粛やディスタンスはない。今はライブに来なくていいから、末永く音楽を愛しましょう。そのために続ける、それが大事だ。いつでも戻ってきてくれるように。すみません、元気です。見慣れた言葉が、ライブ来てくださいに姿を変える。